こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。決勝トーナメント初戦となるアメリカ戦が行われる。まずはいつものように試合開始時間を確認しましょう。8月3日22時キックオフとなる。会場はブラジルと対戦したパリのパルクデプランスになります。テレビ朝日系列で放送される。放送開始時刻は21時30分になります。いつもよりも見やすい時間だ。試合を見てなでしこジャパンを応援しましょう。メダルに向けて負けることのできない決勝トーナメントが始まりますね。この試合負けたら即大会を去ることになる。残念ながら男子のアンダー23日本代表はスペインに敗れてしまった。男女ともこのままスペインにやられっぱなしは悔しいです。大丈夫だ霊夢、まだ試合する機会はある。勝ち上がっていけば多分スペインと再戦することになる。そこまで勝ち上がってスペインに利子つけて借りを返せばよい。そうですよね。そうなるようにぜひ勝ち上がってほしいです。そのためにも何が何でも勝って次に繋がないといけない。池田監督はどんな選手を起用してくるのでしょうか。正直どうなるかわからない。大会に入って怪我人やコンディションがあまり思わしくない選手がいる中でもベストな選手を採用するだけだと思う。幸いにもナイジェリア戦で選手を少し休ませることができた。ここまでフル出場しているのはゴールキーパーの山下選手とディフェンダーの熊谷選手だ。さすがに熊谷選手も疲れが出てくると思うが、ここをどう判断するのかも注目だ。対戦相手のアメリカのメディアもこの試合に注目している。通算で31勝1敗8分けとリード。アメリカ公式が対なでしこジャパンの圧倒的戦績を紹介。オリンピックでは4勝0敗0分け、パリ五輪。直近9回の対戦のうち、8回で複数得点。間違いなく強敵だ。なでしこジャパンは勝てるのか。パリ五輪、女子サッカーの準々決勝で、現地8月3日に日本とアメリカが激突する。この一戦を前に、アメリカサッカー協会、USSF は公式サイトで、知っておくべき5つのこと、アメリカ対日本。と題し、日本の注目選手などを伝えている。同サイトは準々決勝でおなじみのライバルである日本と対戦するとし、日本のここまでの戦いぶりや予選での勝ち上がりに言及し、世界の舞台で再び出会うのコーナーでは五輪での戦績を次のように振り返る。2012年ロンドン五輪の金メダル決定戦のほか、アメリカと日本は2008年北京五輪でも2度対戦。グループステージではアメリカが1対0、準決勝では4対2で勝利した。また2004年アテネ五輪の準々決勝ではアメリカが2対1で勝利し、2個目の金メダルを獲得した。さらに女子ワールドカップでの歴史にも触れながら、 PK 戦が公式には引き分けと記録されているため、アメリカは世界選手権で日本と対戦した際の通算戦績は7勝0敗1引き分けで、オリンピックでの日本との対戦では4勝0敗0引き分けとなっていると紹介する。ビッグトーナメント以外を含めれば、アメリカと日本は今回の準々決勝で41回目の対戦となる。 USSF はアメリカは日本との通算対戦成績で31勝1敗8引き分けとリードしていると記し、こう続ける。唯一の敗戦は2012年のアルガルベカップの時だった。それ以来アメリカは両チームの直近13回の対戦では無敗で、その期間に9勝4引き分けを記録。これには2012年のオリンピック決勝と2015年のワールドカップ決勝での勝利も含まれている。アメリカは日本との直近9回の対戦のうち8回で複数得点を挙げている。日本にとって勝率はすこぶる悪い相手がアメリカだ。五輪では歴代最多メダル獲得数を誇る大国に、なでしこジャパンはいかに立ち向かうか。ライバルとは認めつつもアメリカの方が圧勝してるぜという内容ですね。そうだな、余裕で日本に勝てるとの見立てだ。確かに成績ではそうですけど、これってアメリカにとってフラグになってませんか。フラグ？こんなに余裕かますとアメリカにとっていいことないと思うんですけど。まあ油断してくれている方がいいんだが、さすがにトーナメントでそれはないだろう。向こうだって必ず勝つ気で来るさ。それにそんなに甘くないとの論調もあるぞ。なでしこはアメリカとも互角に戦える。米メディア警戒、大番狂わせを起こす準備は整っている。5-4-1システムがハマりつつある。グループステージ初戦のスペイン戦を落としたものの、続くブラジル戦に逆転勝利。アフリカの強豪ナイジェリアをも下し、見事決勝トーナメント進出を決めたなでしこジャパン。死の組とも言われたグループ C を堂々の2位で通過し、ベスト8では強豪アメリカと当たることが決定した。アメリカといえばなでしこにとって因縁の相手だ。過去39回対戦してわずか1勝。多くの人は2011年女子ワールドカップでの勝利を記憶しているかもしれないが、PK 戦での勝利だったため公式記録は引き分けとなっている。唯一勝利したのは2012年のアルガルベカップのグループステージであり、なでしこは39回中30回を敗戦で終えている。もちろん今大会でも金メダル候補だ。しかしアメリカ、
ESPN は力強くグループステージを突破してきたなでしこ、ほぼ完璧なプレーを成し遂げたと称賛している。日本はスペインとブラジル戦でのパフォーマンスから最高のチームと互角に戦えるということを何より自分たち自身に対して証明している。とし、アメリカにとっても決して簡単に勝てる相手ではないと警戒した。同メディアが特に注目しているのはブラジル戦、ナイジェリア戦で見せた 5-4-1 システムだ。この保守的と思われた 5-4-1 システムの攻撃力はナイジェリア戦で完全に発揮された。攻撃の意図が強まると5-4-1は事実上展開力のある3-4-3フォーメーションとなり、素晴らしい中盤の司令塔である長谷川唯のもと、ワイドエリアを狙う展開力のあるパスであらゆる問題を引き起こし、ウィングバックの北川光と森谷雅に突撃を許した。アメリカ戦でも粘り強い守備からチャンスを狙う展開が予想される。同メディアは、日本は今回のオリンピックですでに直面し克服してきた課題とシステム面でも人員面でも学んだ教訓により、アメリカ女子代表チームに対して大番狂わせを起こすのに十分な準備が整っていると綴り、なでしこの実力を称賛している。何が起きてもおかしくないトーナメント戦、アメリカ相手に歴史的な1勝を挙げることができるか注目だ。この記事では両ウィングバックの動きを警戒している。北川選手、森谷選手の働きが鍵だとしていますね。アメリカ戦でもここが重要になってくるだろう。北川選手グループステージ間に合いましたけど、怪我明けなのでどこまでいけるかですね。森谷選手も第2戦、第3戦と長い時間出場してたからな。先発から出していけるところまで行ってもらうほかないかな。アメリカ側からどのようになでしこジャパンが見られているのがわかりました。なでしこを客観的に見ている記事ってないでしょうか。ナイジェリア戦の試合を見た英国人記者が今のチーム状況を書いているものがあったので紹介しよう。フィジカル攻略で決勝トーナメントへ復活の兆し、なでしこが結果以上に最も喜ぶべき、 A 記者の主張。コラム、パリ五輪女子サッカーはナイジェリア戦で高パフォーマンスを披露。パリ五輪の女子サッカー競技を戦うなでしこジャパン、日本女子代表はグループリーグ3戦を2勝1敗で終えて無事決勝トーナメント進出を決めた。現地時間7月31日の最終節ナイジェリア戦で見事なパフォーマンスを披露。かつてアジアサッカー連盟の機関紙フットボールアジアの編集長や PA スポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ W 杯を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏は、比較的簡単に攻略することができていたと第3戦を振り返っている。熟練のパフォーマンスで池田太監督率いるなでしこジャパンがノックアウトラウンドへの進出を決めた。ナイジェリア相手に納得の勝利を収め、次なる戦いに向けて良い兆しを見せた。池田監督と彼のチームはこれまでに数々の成功を収めているアメリカとの対戦について考えなければならないが、この勝利はなでしこがメダルラウンドに進むために結果を残せるという確信を得るものだった。引き分けでも決勝トーナメント進出が決まっていた。その中で最初の2試合で残念な結果に終わり、突破のために勝たなければならないナイジェリアを相手に、なでしこは勝利を求めて前進した。日本のボール保持での安心感と冷静さ、そして個々の技術のクオリティがフィジカルに優れた相手への勝利を可能にした。日本は前半で試合を決定づける3得点を奪った。長谷川唯はセントラルミッドフィールダーとして最高のプレーを披露し、熊谷咲が守備に安定感を与えた。彼女の経験値の高さはこの難しい試合の中で若い選手たちを支えていた。そして日本はナイジェリアを比較的簡単に攻略することができていた。直近の2試合で池田監督が採用した5バックはほぼ完璧に機能しており、石川リオンは守備への自信を深めた。逆サイドの森谷雅の活躍も印象的だった。前線でも多くのポジティブな要素があった。植木理子は日本の攻撃にエネルギーとスピードを与え、ナイジェリアディフェンダーへのプレッシングによって相手陣内でボールを落ち着かせなかった。しかし結果以上に最も喜ぶべきは32分に田中美奈がゴールを決めたことだ。ブラジル戦では PK 失敗など不本意なパフォーマンスで途中交代となり涙した田中だったが、この試合では点取り屋として自信を取り戻すために大きな一歩を踏み出した。これは彼女にとっても日本にとっても助けになるはずだ。次に待ち受けるのは過去に何度も日本の宿敵として立ちはだかってきたアメリカだ。以前ほどの女子サッカー界における支配力はないとはいえ、簡単なタスクではない。しかし勝利すればメダルラウンドへの扉が開き、表彰台に一歩近づくことができる。それ自体が土曜日にパリのピッチに立つ池田監督と彼女たちの十分なモチベーションになるだろう。確かにスペイン戦、ブラジル戦はいい出来ではなかったですね。ナイジェリア戦はこの2戦に比べ復調の兆しが見えたとしている。ブラジル戦は勝ったものの、自ら試合を難しくしてなんとか最後に逆転したからな。ナイジェリアは勝利が絶対必要だったので前がかりになっていたという面もある。
田中選手のゴールについて書いてますね。良くも悪くも田中選手が前線のキーマンだからな。ゴールを一つ決めたことで自信持ってプレーできるようになれば相手にとっては脅威だ。そうですね。ゴールを決められたことは何よりも大きいです。さて、そのアメリカ戦も間もなく行われる。ここを突破しないと次がありません。大変な相手ですが勝ち上がって決勝でスペインに一泡吹かせましょう。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。